3 minutes run, 1 extra run, you know? いや、この迫力がすごいですよね、まず。はい、左フック今顔面を捉えた、こめかみあたり、そしてボディやはり、ムエタイ。前出てますもん、まだ絶対ここまで下がることはありませんよね。これで試合終了。勝者クマンドボーイフェッキンディアカラリー。やはりこの5年プログラム、さあ白鳥さん、あの2019年、さあ宮城さん、おっとここ制していく入りましたね。はい、そうですね、全然やっぱ雰囲気も、はい、51.5kg です。ボディ効いたか、ボディ効いたか、膝で倒した。うわー、これは厳しいか、立てないか、ムエタイ選手をボディたまるとき、ボディでフェッシラーを打ち破った。ボディ選手は1ラウンドから向きにさせられてる。あー、ロキだ。あとはもう一度カナフンがいくか、ボディか、ボディか、ボディか、カナフン返していく。もう足を上げていく。ミケル・ラマン選手が右のカナフン、左を引いています。あとはもう一度カナフンだろうか。メンタルごと折った日本の城、画面向かって右、そしてスペインからやってきましたルベン・セオアネ、画面向かりです。やっぱり指導君のテクニックですかね。やっぱ、うん、上手いな。右手を左に打った、すぐ返してきた指導。お互いキレのあるパンチを出してきます。ローから、あ、来た、来ました、指導の来た。はい、どうなんですか。おお、来たー、バイクリーインドー、はい、ちょっと白選手がローキック打ちにくくなっちゃったんですね。あ、確かにドライプとしてはありません。これはダウンでもありません。強いですね、さすが。選手が負けたことがない選手、ルベン選手強いなと思うんですけど、一度まで戦い続けるルベン、攻め続ける白。ここでゴング、試合終了、勝負は判定。白の勝利。ジャッジは3名とも30回29球で白を指示いたしました。判定は3対0、稲木松選手、白がルベン・セオアネを下しまして1回戦を突破。これで日本人3人ともが1回戦を突破した形となりました。